はい、どうも、こちらゆえんです。今回はね、コロシアムの博士各、こちらはね、ちょっと変則的なんですけど、ルフィと、ワイパーの当てでやっていきたいと思います。で、各がね、グレート5回までカットみたいな感じのやつなんで、まあ、倍率がね、2人かかれば十分ということで、船長の、ワイパーとフレンドのルフィに倍率を合わせていくような感じになりますね。だから他のやつは別に正直倍率書かなくても何も問題ないんで、まあ、道中事故らなければ問題ないっていうやつなんで、でワイパーの船長効果でダメージ食らってたんですよね、まあ、それがちょっとネックというか、肉をね頑張って出すような感じになりますね。この辺はね、ちょっと頑張って貯めるしかないんで、うん、まあちょっと運要素もあるっちゃあるんですけどね。うわー、こいつ何？うわ、2ターンもリバースすんのこいつ。これ知らなかった俺。知らなかったなー。マジか。そんなことしてくるんだ。しょうがないね。もう一発くらいます。うわー、一旦多いな。お、肉きたね、やった。で、亀で貯めたいね。あ、やべ、そっと来たらよかった。うわー、ルフィのスロットも使っちゃった。ここね、スロット、力スロットはね、絶対2つ揃えたいんですよね。なんとか頑張りたいんですけど、ここで。てかちょっとたまんねえな、これたまんないね。うわたまんないな、これやばいね、これは非常に。あ、ギリギリかな？ギリギリいける？ギリギリいけるかな？超ギリギリ。まあ、たまるよね、これ、最後のターンで。あ、ギリギリかな？いけるかな？とりあえず、ここ間違えないようにしたいんですけど、ワイパーからですね。ワイパー使ってから、青生地使わないとね、青生地のダゾンセンハースがね、かかっちゃうんで、まあ、間違いないようにしてます。で、タイプエンハースがこれ2つしかないので、青生地抜くとね。なので、1回分
まあ1ターン目はね、使わなきゃいけないんで、2ターン目か3ターン目どっちかでタイプエンハンスはかかんないってことになっちゃうんですよね。ウソップのところでね、ウソップの代わりに、例えば誰かな、まあホッサとかね入れてもらえればいいと思うんですけど、一応、無課金編成でもクリアできますよってやつですね。で、なんでこんな頑張ってるかっていうと、上手なし、大事なとこ感じて、上手なしなんですよね。うん。だからこのパーティーのいいところは上手なし。だから上手持ってない人で、うん、ちょっと困ってるなっていう人にとっては、まあいいかもしれないですね。というかまあその人向けに作ってるパーティーなので、まああとは、一定以上ダメージを、受けても倒れないみたいなあるじゃないですか、コロシアムコビーとか、特攻波、まあ、特攻波というかライチョビリーの波、あとはコブラ、うん、まあ、あの辺もね育ってない人多いと思うんで、あの辺もカットして、っていうパーティーを編成してみました。はい、以上ね、コロシアム3回戦核のね無課金編成での攻略でした。ご視聴ありがとうございます。